えー、いつもご覧いただきましてありがとうございます腕時計のあれこれですちょっと画面揺れてますねどうだろう、うん、大丈夫かなえー、今日は今回はあのまあ独断と偏見あるんですけど、まあ、腕時計の種類見てもらってまあ、選び方をご参考程度に えー、考えていただければいいかなと思って、えー、ちょっといろいろ用意してみました、まあ、腕時計一重に行ってもあの種類が、まあ、本当にたくさんあるんですよね、えー、毎月もう毎週ぐらいの勢いで新商品出てますしあの限定とかいっぱい出てますねコラボ商品とかでまあ,あの大きく分けて今腕時計 の種類、そうですねまあ本当に大きく分けるともう2種類しかないんですけど、えー、機械式機械で動くやつとえー、まあクオツって呼ばれてるやつですねあのまあ極論するとこの2つなんですけど派、まあ、生していろいろあるんですけれどまずあの機械式と呼ばれるのは これあの、なんか透明になって見えてるんですけど、あの電池は必要ないんですね。えー、昔からある、まあ、昔ながらの時計と言われています。あのー、動力は、ゼンマイです。えー、ゼンマイの、ブリキのおもちゃと一緒で、あの巻き上げるゼンマイの力が、ほ、ま、ど、あ、ける力を利用して、えー、時間を、まあ、あの最終、ここので、テンプと呼ばれるところで、 精度をつどっているんですけど、えー、動力は千枚、えー、の力です、えー、電池交換がいらない、えー、メリットとしてはまあ電池交換がいらないっていうこととそうですねまあそれぐらいなんですよねメリットって、えー、時間の、まあ、精度と呼ばれるものはこういう、まあ、クォーツ式のものに比べるともうはるかに劣ります1日に数秒数十秒 えー、誤差が出ま,すまああのー、平均3年からまあ5年ぐらいで中をオーバーホール、まあ、車でいうところの車検ですね、えー、そういったものを必ずしないといけない、まあ、しなくても大事にしていればトラブルなく動くんですけど、あのー、壊れてからそういう修理に出すよりもあの壊れる前具合が悪くなる前にこう、えー、一定の頻度で。 出すとにあのもう10年20年当たり前に使う設定で作られているのでちゃんとメンテナンスさえすればあの一生ものと言われていますえー、まあそうじゃないのもあるんです例えばこれあの日本のグランドセイコー、セイコーの一番まあ高いランクなんですけど隣にこあるこれセイコー5あのこれも機械式なんですね で、これとこれ何が違うかなっていう、もう、まあ値段全然違うんです。こっちはあの、30万円ぐらいして、こっちはあの、一万五千円ぐらいで買えるんです。まあ30倍ぐらい違うんですね。1万円ぐらいで確か買えますね、ァイブあの、何が違うかっていうと、まああの、うん、精度に関してはあんまり変わんないんですよね。ァイ5、めちゃめちゃ安定した精度出るんで、 であの、安いですしあのものすごくいいんですよこれ安くてもう簡素化されてて、えー、大量生産されててもうやっぱりん何が違うかっていうと精度じゃないんですよねこう使ってる金属の高級感、まあ、あのいい金属使ってますから、えー、そういったもの違いますね、えー あとは、まあ機械のこう仕上げですかね。こうちょっとこう、あまり艶がないんですけど、やっぱりこう、綺麗にね、申し上げてますね。こう、所有感を満たす。うん、やっぱり、まあ、このあたりになるともう、自己満足みたいになってくるんですけど、これ、これっちはロレックスです、ね。かなり古いロレックスですね。これは、 えー、手巻き時計ですあのこっちはあの自動巻きと呼ばれてこのゼンマイ巻き上げる力が上につけてこう回すとここをプルプル震えてこれであの力たまっていくんですけどこれはそれがないちょっと音聞いてくださいこうこっち巻くとこうゼンマイをためてます、えー、さながらまあチョロ球と一緒ですね、えー タイヤをを戻ししてこう力を貯めて力め巻き出したのでよく動きますで手巻きを巻く時はまあ必ずこう巻き止まりまでもうあの時々ないやつもあるんですけどまあ大体ありますこう終点があるんですねそこまであの巻いてあげると巻いてあげてその毎日え朝なら朝決まった時間に 優しく巻く巻とといいと言われてま,すまあこうしばらく使ってないでもうほもどける分にはまあもうこれはしょうがないですねあのー、極論するとあのゼンマイこうほどけてまた巻いてほどけてまた巻いてみたいにするとこうあんま長持ちしないのでもう使い続けた方がいいんですね必ずこう使っている間は朝なら朝こうしっかり巻いてでまた次の朝ここ引っ張ってこう巻くと。 えー、いうことをしていった方がいいです、うんこう頻繁にオンオフオンオフでこう止まってあまた動かさなきゃっていうふうにすると、うん、あのー、文字がやっぱりこう大,きく大きな目で見ると全然分母が変わってくるって言われてますね。えーまあ、自動巻き機械式あらあとこれあの有名なオメガのこれスピードマスターこれ自動巻きがついてるんですけど、まあ、あの何があれかっていうところある。 クロノグラフになってるんです。ストップウォッチ機能がついててこれはあのもちろん手巻きでもパワーたまるんですけどある程度こう巻き上げてちょっと見てみましょうかこあのストップウォッチなんですねあの何がすごいのってなんストップウォッチは当たり前じゃんって思うんですけどこういうあの機械でそのストップウォッチをこう作ってるんでこ中見えないんですけどあの あのこ,こういう3本針のものと比べると全然違いますでここ、まあ、ストップこうスタートウォッチ入れるとこうここあの動いてる時押せないんですよでこう止めてまた戻すと、まあ、これがあのストップウォッチですねえー、1分間これは時間かなあのー 積算系っていうのがこうついていてこうどれだけ経過したかっていうのをここで見ることができます、まあ、あのストップウォッチ今のまあストップウォッチと大差ないんですけどそれをこういう機械全米の力で機械だけで作ってるのでまああのやっぱり高いんですね修理代も高いんですねまああのステータスといいますか所有感をこう満たしてくれる分ではありますね あのこういったものが機械式ですで、えー、これは国産のかなり古いセイコーマーチックっていうやつなんですけどこういったまあ機械式でこうものすごい古い時計っていうのはやっぱり出回ってこれ,これなんか非常に状態いいんですけどあのやっぱり今のごめんなさいもう極論島あれですけど今の時計に比べると全然 こう作りがいいんですねあの防水性能がいいとか精度がいいとかそういうんじゃなくてこうものすごくこう丁寧に作られてるんですねこのインデックスと呼ばれるこの時間のこの石石と言いますかまあこのインデックスっていうんですけどここがもうしっかりこうされてこう背が高いんですね例えばこう今の現行のこれソーラー時計なんですけどこういうのを比べてもこう,うん まあもちろん全然時間もすごくいいんですけどこう作り込まれてる感がやっぱり古い時計違うんですねこう針も綺麗だったりまあ中の機械もこういいの開けてみると綺麗だな見えないのに丁寧に作ってるなっていうのありますねまあ機械式はそういう魅力がありますね古い時計あのいっぱいありますのでもう100年ぐらい 気候変わってませんからいいで,す、ねでえー、次はではクォーツ時計のお話ですねまあこれは、まあ、1969年にセイコーっていう会社が、まあ、初めて腕時計にクォーツ時計作って、えーまあ、世界を驚かしたもう時計の、まあ、クォーツショックって呼ばれてるんですけど時計のもう 組織図、今までこういう機械式機械式機械式でこうねスイスのメーカー日本のメーカーやってたのをも,もう全部塗り替えちゃったんですね。もう1日何秒狂ってた世界がもう月何秒で電池入れたら今までこう手巻きでも自動巻きでも1日2日で止まったのがもう1年2年電池入れたら動きますよまあ今でこそ当たり前なんですけどまあ昔としたらもうとんでもない。 技術革新だったんですね。もう夢の技術だったわけですねで、えーまあ、これドルチェこれグランドセイコこれはあの古いグランドセイコの復刻版なんですけど昔のデザインを彷彿させて、えー、最新技術この辺りはもうあの月に何秒じゃなくて年に何秒ぐらいのそのクォーツの中で最高精度を誇ってますだからもう一度時間合わせたら もう電池切れるまで時間合わせなくてもう,もう何の支障もないぐらいで動けますあのよほどラフな使い方しない限り全く問題ないですね、えー、まああの通常オーツ、例えばまあこれなんかもそうなんですけど月差月の差で動きますこれはオメガなんですけど一月に何秒の誤差 えー、どちらかというと「進む方に設定されてる」と言われています、えー、月まあそうですね、うん、10秒狂うかなぐらいですかねその中に入っている機械によって変わるんですけれどもなのでまあ1月2月1年ぐらい経つとあもう数分進んだなっていうことはあるかもしれないですねでまあこういった年差となるともう1年で数秒なので あの大変、まあ、優れた技術ですねより進化してます、えー、まあ電池式が今はもう圧倒的に多いですねクォーツ式、うんまあ、でそこから、まあ、技術がどんどん進化して、えーまあ、もう2000年代はもう当たり前になったんですよこのこれソーラー電波時計っていうやつなんですけど 中のく、えー、この針を動かすそのムクォーツと呼ばれるのがもちろん入ってるんですね、えー、その水晶の振動で時間1秒を測定する機能があるんですけどもこれオートマチックで毎晩電波を拾うんです時間正しい時間の電波を拾って、えー、オートでこう今の時間に合わせるでその電波を発信してるのがまあ 電波塔が日本だと2か所あってそこからまああのー、ラジオみたいにこう拾うんですね夜、あのー、一般的なもう国産のこういう電波ソーラー電波時計はもうあらかじめ夜オートで拾うように設定になってます、えー、毎晩正しい時間を、えー、原子時計と呼ばれているもう数万年に1秒しか狂わないようなすごい時計で測定したその時間の電波をこう 基本的には絶え間なく送り続けてるんですね。なので、えー、あの時々電波塔を工事してたりすると飛んでないんですけどそれをあの時報と同じタイミングのやつをこう飛ばしてるんでそれを、えー、こういうタイプですと夜間オートで拾ってなので夜間拾ってそこから動くんですけど月に何秒来る精度の時計でそれを維持するので基本的に毎晩拾う限り あの絶対に狂わないんですねカレンダーもそので情報を毎晩拾うので狂わないんですで、えーまあ、さらに付加機能としてこのタイプにはソーラー電池というのが入ってますソーラー時計、えー、もうこの面がですねソーラーパネルになっているんですねで、えー、日光浴まあ蛍光灯でも発電するんですけど、まあ、日光浴がいいですね えー、もう定期的な日光浴をすればこういったタイプと違う電池交換がいらないただまあソーラーの時計にもうーんまあ完璧に見えるんですけどまあここで言うなればまあ弱点はあるんですね例えばその日光浴をしばらくしないで使い続けていると中の充電池がだいたい半年ぐらい満タンでも半年ぐらいで全部使い切ってしまうと言われてるんですね 袖の中にいたり引き出しの中でしまっていたりするともう止まってしまうんですねで中の充電池を今度使い切ってしまうと溜まるのにものすすごく時間がかかるんです、ね、もうこれは当に1日2日ではもう絶対回復しないんでもう1週間2週間当てないと光に当てないと動き出さないんですねでまあこ例えばこれ電池だと止まってたらじゃあ電池入れて。 中壊れてなかったらその場ですぐ動き出すんであ急いで必要っていう時にはあの電池入れればすぐ動きますけどもう今日必要なのにって言ってしばらく暗いところにいたらもうあの今日は使えないんですよもう1週間2週間当てでできないんで、まあ、そこ弱点ですねであとうん、まあ、弱点かどうかあれなんですけど使い方がめちゃめちゃ複雑なんですねあの覚えてしまえばなんてことないんですけど あの一般的なこういう時計はもうご存知の通りここ引っ張って時間こう,もう合わせるだけなんですただソーラー電波って全然違うんですねこれあのモデルによって違うんですけどここ引っ張っても時間合わないんですねあのあのなぜならその電波で勝手に正しい時間を常に拾い続けるのでもう使う必要はないよという、まあ、設定で作られてるんですで、まあ、ここ電波の 拾えたかかどどうかをこう見るボタンなんですけどあとはあのここを引っ張って多くの場合がその国の設定になったりしますね日本だったり中国だったりで物によっては中国の電波拾ったりするんですけどその前に必ず自国設定そのいる国の設定とかをこうしないといけないのであのもうどこにも書いてないんですよ見ても説明書ないと分かんないんですねでまあ 説明書をもう捨てたり、これから海外行くのに説明書を持ってる人なんて、まあ、まず携帯していく人なんていないと思うんで、あの、使い方忘れるともう、なんだこれはっていうぐらい使えなくなってしまう弱点がありますね。あの難しいんですねいろんな機能、例えばもうこれ、カシオの G 色、これソーラー電波ですけども、もうアラームだの、ストップウォッチだの、海外時計だの、でもう電波で。 まあこれはムーングラフとタイドグララフフと月齢と潮の満ち引きですねこういったもう設定がもうやたらあるんでこういうのが好きで説明書ももう丸暗記しててで方だったらあの全然使いこなせるんですけどあの私の見たところあんまりそういう方いらっしゃらないですねあのよほど好きな方じゃないとあのもう便利すぎてもうユーザー のあれをもう超えちゃってるんですねでなので従いまして GPS 時計っていうのも最近あるんですけどあの辺ももう論外ですねあのやっとこのソーラーがあの充電池も性能が良くなってやっとこうある一定の品質クオリティを出せるようにもう10年も20年も前から発売されてるんですけどやっとそうなってあの今ここ最近 GPS 時計っていうのが。 例えばアストロン成功だったらアストロンですね。あの、出たんですけど、あれ、まあもう消費電流が半端じゃないんですね。あの GPS 拾うときに。もう、何百時間とこう日光に当てないと動かないんですね。なので何度も GPS 受信させたりして、こういろいろ遊んでると動かなくなるんですで、今度貯めるのにもうめちゃめちゃ時間、もう半端じゃないんですね。あの使ったことない方は、もしご検討されてたら、まああれなんですけど。 GPS 時計って半端じゃないほど日光当てないといけないんで、あのー、もう壊れてんじゃないかなっていうので、あの、結構問題になりますね。まだちょっと、ごめんなさい、もう独断と偏見なんですけど、GPS 買うのは、まだちょっと時期尚早ですね、まあ。クォーツはもう100年以上、あ、失礼しました。機械式は100年以上、えーえー 変わってないですすね今でも販売してますで、えー、1969年、まあ、70年からこう電池式クォーツ時計世の中出て今も世の中のもうほとんどの時計がこれになってますねで、まあ、2000年代、まあ、90年代からあるんですけど、まあ、2000年代からこう一気に市販された、えー、この時計もまあ今20年ちょいですよね20年ぐらいになるかなっていうぐらいで、まあ、やっとこう ささんに認知されててきたっていうか前、まあ、まはもうめちゃめちゃ高かったんですけど今も一12万ぐらいから買えるやつありますので、うんでやっとこうなったかなでまあ GPS 今も三30万とか20万とかもうザラですからでそれだけお金を出してあの操作ももうめちゃ複雑ですから果たしてその使いこなせないようなオーバーテクノロジーが必要なのかなってまあ思っちゃいますなので まあ腕時計のあれこれが思うにはまだ GPS ちょっと欲しいなと思っても、うん、手出さない方がいいですねあの特にもうカシオのオシアナスのとか G-SHOCK で GPS 出してますけどハイブリッドソーラーってやつまああれ本当にクレームの嵐なので絶対買わない方がいいですね、まあ、シチズンささんんセイコーさんも うん、まあ同じぐらいですね。あのもう使わないときは常に日光浴させてないといけないんでうん下手にあれ買うならまあ3 4 0万しますからまあ国産ビーキであればもうグランドセイコーのこういうの買った方が、うん、絶対いいですよね。うん、私もこうグランドセイコー2本持ってますけどうん。 後悔しし、ないですしどこつけていってもいいですしまあさりげないですしねまあこの辺いいですよねでまあロレックスはもうしっかりなんですけどこうまあ、うんこうロレックスも、まあ、最近のモデルはちょっとちっちゃめになりましたけど一時期あのバカみたいにでかい時計あって ちょっとないだろうっていうのありましたねあのエクスプローラーとかもまあいろいろあるんですけれどもまあこういった時計いろいろありましてまあちょっと批判もあったかと思うんですけれども時計選びのご参考にしていただければ嬉しいなと思いますまああのこの動画見ていただいてじゃあ時計買おうかなと思った方どんな時計がいいのかなって あの自分のライフスタイルに合った時計がいいと思いますでまあくれぐれもなんですけどソーラー電波が何もしなくていいよっていうので買われ、本来何もしなくていいので作られてるんですけど GPS もそうなんですけどあの何も技術がすごすぎてあの本来何もしなくていいんですけどそのしないといけないことをしなかった時に。 こうフォローすあのオーバーテクノロジーといいますかもう設定や機構がこう複雑すぎてで、まあ、条件も複雑すぎてあのすぐに不具合がわからないっていうのもあるんですねに例えばこれ止まったら日光浴しばらくして動かなかったら不具合ですね動いたら充電不足ですねみたいな判断になるんですけどうん。 あのー、仮にこう電池だったら電池入れて動かないようなのですぐ機械の方がまあ経年による不具合というような判断になるんですけどまあソーラーってすぐには分からないんですねこれ自動負けだったらもうしっかりですよねあの振り込巻いても動かなかったらどこか不具合があるで機械もう全部そうなんですよオーバーホール永久に動くものなんてないですから。 あの長らく使えるような設定で作られてるんですけどあ,あとまあこれソーラーってあの10年ぐらいではもう絶対壊れますんであの永久には使えないです中の充電池の寿命が78年持って10年もうそれ以上持ってればもう本当にそれは長持ちした個体ですよね電池はもう個体使い方温度、えー、どれくらい光に当て,てるのかと止まってる時間どれくらいなのかなん全然あの寿命変わってきますんで。 永久にはもう絶対使えないですど,、まあ、どの時計もそうなんですけど。でメーカーがどれだけその後バックアップサービスをしていくか例えばもうグラウンドセイコーだったらもう以後何十年メーカー修理いつでも受け付けますよということを謳ってますまあ果たしてどうなのかは分かんないですけど今のところもう向こう10年20年はまあ何の問題もなくこれ直せると思ってるんであの心配はしてないんですけども例えばまあこういうロレックスも。 これあのメーカーでも修理までできますね。これはもう外前ですよ。1970年代かな、うん。まだこれ直せますしね、うん。で、まあ、このマチックは確かもう成功でも,もできなかったと思いますね。まあ、もう物によるので、いざ10年、20年経った後直せなくて、こう、直せなくなってるというのは、まあちょっと悲しいんですけど、あの、 いろんな時計ありま,すまああのお客そうですね選ばれる時の、まあ、一つの参考にしていただきたいんですけどああとあのー、ベルトってあの絶対消耗品なのであのすぐもう早ければもう1年ぐらいで着れるんですけど例えばもうこう磁石のこのベルトってよそのベルトがまあ例えばこのタイプなんですけど入らないのが多いんですねもちろんメーカー品以外が入るのも 若干数あるんですけどこう入らないやつってメーカーがもうベルト作らなくなったら終わりなんですね本体が動いていてもベルトないんでもう使いませんざらにあるんでえーまあ、この辺りにあるのは全てあの車外、まあ、いわゆるラグっていいんですけどこう足がこういうふうになっていれば一般的なカーベルトとか、えー、そのメーカー以外のものが取り付けられるようになってるんですね。 そのオリジナルのベルトが壊れてで修理が必要あの、まあ、交換なんですけど例えばロレックスのオリジナルのベルトはもう何十万もするんですね。もうまた切れるかもしれないベルトにそんなにお金をかけるのはどうかっていう時にこういうのだと、えー、他のメーカーが作っている安い例えば1,000円のベルトをつけるということもできるのでこう腕時計選びの時にこうベルトが。 こうオーソドックスな社外品に交換できるかっていうのもこれ結構重要な選ぶポイントになってきますね。えー、まあ初め買う前から壊れることを想定してもどうかと思うんですけどもまああのいずれは、えー、どこかしら不具合があるのでそれをあのなるべくこう軽く安くこう直せる方がいいなと思うので、えー、長らくまあ使いたい時も使い切りで もう辞職もガンガン使ってもう壊れたら終わりだということであればあの全然もうどのような時計選んでいただいてもいいと思うんですけどもこういう例えばまあこれですよねこれオメガの全然関係ないベルトが入ってるんですけどこういうふうによそのベルトをつけてもう何ら問題なく使えるようなのはあのおいおいやっぱりああこういうのにしてよかったなっていうのはありますねでえー、まあ今日ご紹介した機械式まあクォーツ ソーラーラまあちょっと古いアンティークのようなこういったもの、えー、まあそれ、えー、とデジタルですねうんまあクロノグラフまあこんな感じもっともっとこう細かく分けていくといろんな種類あるんですけれども、まあ、大きく分けたらこの辺りが今一般的に手に入る時計ですねえー、まあそれぞれにいろんなごめんなさいあの あんまり気に入らない時計はかなりちょっと今批判したこともあるんですけれども、うんあのー、デザイン樹脂で選ばれてももちろんいいですし、まあ、身につけるアクセサリーなんでね、えー、いい時計に出会いましたらいいと思います。えー、ご覧いただきましてありがとうございます。